彼らが引きずったときに無理になんか倒,倒されないようにその片足で立っててそこがグキってなったように見えた、うん、まあ勝った勝った,勝った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 んだけどいやーでもなんかこれでタイトル挑戦していいっていうような内容じゃないからちょっと残念だねそうですよねちょっと残念でもしょうがないしょうがないですよねレ選手って なんか意外とこういうとこ運がないっていうか,なんか <laughs> だってこれもあのー、一回ティム,ティムエリアでしたっけティムエリアの代行として入ってきたペレーズですよね代行っていうかでもまあリスケッシュリスケッシュだからああ<ー>代行ではないたしまた違う何回か相手も欠場したりしてるよね私デビュー戦もなんか経理をオーバーしたんだよねうん相手がいや <Yeah. S 1> 今回もねバックを取って有利なポジション だったところで相手の負傷ででいやでも、勝ててよかったです。そうだね、うん、ランキングは変わるでしょう、さすがに、ね。でも、全然なんかやられている感じでもなかったし、結構イーブンな感じでいいポジション取ったところで、うわ、もうやったぜって言ったところであれ <laughs> もう一回勝てば絶対決まるっていう感じそうですよね。 タイラ選手やっぱり UFC ベルトに一番近いのがタイラうんうん。そうですよね。スリアレイもスリアレイは今月決まってますよね。今月。ね、中村リンヤも9月に復帰できるって言ってるから。はい。朝、ね、倉海も今年デビューするでしょ。そうですよね。ホルチもでも多分に戻ってもらわないと。そうですよね。でも多分タイラ選手が先に挑戦するんじゃないですか。 挑戦ししたらもう勝てると思うしそうですよね。まあ、次、そうするんじゃないですか。うん。うん。そうだね。そしてほしいですけどね、UFC に。いやハントージャー vs. タイラ達郎。それはいいよね。クレブル vs. アーチレーターみたいなもんだろ、これ。いや全、ちょっと違うね。実際、なんか一本仕掛けてないから、これ。タイいそうですよね。一本。サミッション仕掛けてないけど。クレブルは完全に,完全に決めたもんね。そう。うん、ちょっと違うことだと思うけど。 そうだよ、ね、続いてもうちょっとその展開見たかったいい、ね、どうやってこれが終わるんだろうっていう、うん、でも多分リアネイケッドどっかで決めてたと思うだってもう上に乗ってたしでもアール・エクスプロレスが下からなんかどれほどできるかってもう見えてないし<ー>ちょっとそこはちょっと賛成できないね、うん、ああそ,そうですかでもなんか一本負けもそういうチョーク系でしたし前もペル、うん でも分かんないじゃん。グランド展開1秒も見れてないじゃん。まあ確かに。まあでも平選手がすごいいいポジションにいたのは間違いない。うん。多分勝ってるような内容だったし。ただやっぱりでもアレックス・マレーズはやっぱりその本当に一発で全部変えられるようなファイターだっえとか。ちゃんと。なるほど。いやあんまりまだ言えないですね。早すぎた。いやもうちょっと見たかっただけ。うんうん。なんかいろんな。これ 1>, え1ラウンド2ラウンド半分ぐらいは過ぎたでしょそこまで見るといろんな,なんか理論立てるじゃんこれ見てとりあスずスタミナが持つとか、うん、ああはいはいはい、はい、<laughs> 足結構効いてきたからこれ、ねうん、どうなるんだろうっていう通は <laughs> す,すっきりはしないなんか勝ってよかったけど、うん、すっきりはしてない <laughs> っていう スッキリはしないですね。もう見たかったっちゃ見たかったですね。普通の MMA ファンとして試合展開をもっと見たかった。うんうん、平達郎ファンとしてはもう勝てばいいっていう話うん、うん、な,なんだけど、内容も大事じゃない大事ですよね。うんうんうん、そうだねプロレスかわいそうであるけど、ひとまず安心、本当にそれ。うん、うん <laughs> でも本当に MMA って予想外ですよね、まさかグラウンドに引きずるときに足,、ね、足が負傷してもう、予測なんか誰もこんなこと予測してないし <laughs>。